寺西正氏は、日本の銀行家で、元 UFJ 銀行頭取、元全国銀行協会会長、広島県印因島市出身、大阪二拓月市在住。三和ドック創業者、寺西忠氏生の次男として生まれる。寺西重雄兄、三和ドック社長を継いだ、寺西勇は弟、兄弟三人とも、広島県立の島高等学校出身。 1965年、広島県立院の島高等学校卒業。1969年大阪大学経済学部、卒業後、三和銀行に入校。1973年ノースウェスタン大学で MBA を取得。1995年三和銀行取締役。1999年に専務に就任。2002年には金融持ち株、会社。 UFJ ホールディングスの参加で、三和銀行と東海銀行が合併して誕生した、UFJ 銀行の初代陶取に就任。当初は、三和銀行の2001年当時の陶取であった、室町金尾が就任する予定だったが2001年3月期決算において、赤字の見通しとなり、就任が困難な情勢となったため、副陶取に内定していた寺西が昇格する形で、 就任することとなった。2004年の3月期決算において、損失引き当ての大幅な積み増しによって、約4000億円の赤字となった。2期連続の赤字となり、経営責任を取って2004年5月、公認に取締役ではなかった、常務執行役員、沖原高宗を指名して辞任した。寺西の頭取としての実績は、最長24時間稼働 ATM コーナーの、 積極的な展開と24時間対応コールセンター、土日営業を実施する UFJ プラス店舗の展開など、リテール部門のチャンネル改革プロジェクト UFJ24 がある。この施策は、三菱東京 UFJ 銀行にも引き継がれているが、東京三菱銀行側の救済による環状系システムの吸収統合により、全店統合が完了した2009年になってから24時間。 稼働の ATM 以外は縮小内しは廃止されたものもある。ありがとうございます。